はい、どうも皆さん、こんにちは、りょうたです。お元気にお過ごしでしょうか。はい、ただいま金髪ゴリラが青いベールから脱がされ、起床いたしました。はい、皆さんのおかげでチャンネル登録者500人を突破しました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。今日は日曜日で、なんか教会に行く人が多いそうなのオフになりました。今日一日、濃い一日になると思うので、その様子をお届けしたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。最後までよろしくお願いいたします。青いベールの正体はこの蚊帳です。もう命の蚊帳。はい、こんな遊びをね、一人でも普通にやってるやばいやつなんですけど、はい、毎朝ベッドメイキング、メイキングベッドから始まります。これお気づきの方いるかもしれないですけど、ベッドでかくなりましたよね。だいぶ、巻き戻して見ていただければわかると思うんですけど、ベッドかなりでかくなりました。なのでシーツが1枚じゃ足りなくなったので、2枚付け合わせて使ってます。はい、毎朝恒例の湯沸かしですね。だいたいやってることは毎日一緒ですね。小さなコツコツと積み重ねが大きな一歩を生み出します。海外プロテインあるあるなんですけど、スプーン結構でかくないですか？スプーン結構でかいです。これはね、毎度おなじみインスタントコーヒーのおすすめの開け方です。ここでやっと朝食の準備ですね。まあ、ラインナップは本当いつも一緒です。しっかりとね、インサートも撮っていきます。いただきます。はい、飯汚れ。これ聞こえます？今朝の7時半なんですけど、教会でずっと鳴ってます。ここに住んでてね、時々停電するんですけど、本当に2秒とか3秒ぐらいで復活します。復帰能力半端ないですね。ごちそうさまでした。はい、食べ終わった私林亮太がどこへ向かうでしょうか。はい、正解はもちろんトイレです。食べたらすぐに出てきます。はい、まあ用事が済んで出てきたら、まあ、監督が見ていたっていう、こういうオチなんですけど、はい、この後にお掃除タイムが始まります。モーニング。今日オフなんで、朝ゆっくりなんで、もうベッドも動かして全部まず掃き掃除からですね。結構やっぱ砂とか溜まってます。3日に1回ぐらい掃き掃除やってるんですけどね。で、この後オフは毎回床拭きしてるんですけど、これ雑巾がけね、
足でやった方が絶対綺麗になると思うんですよ。足だと平らにこう押し出せるし、手でやると手でかけたこの何蹴ってる足のとこって汚いじゃないですか。だから小学校の時にずっと疑問に思ってたですよね。はい、怒られるかもしれないこんなこと言ったら。乾いてくれよ。最近毎日やってますね、もとくんと15枚大富豪。2人なんで15枚だけ配って大富豪するっていう。迷うね。なかなか面白いっすね。お昼まで時間があったんでチルしながら動画編集をやってるようなオフです。今回ラジャがどっか家のパーティーかなんか行ってたらしくて、そこで出てきたものをこう包んで持ってきてくれたんですけど、今まで食べた料理で一番美味しかったです。なんかスイーツとかね、うん、持ってきてくれてかなりうまかったです。そしてまた食後の大富豪ですね。はい、こっからちょっと体動かしたいってことで、絶対に負けられない戦いが今幕を開けました。これなんだろう、サッカーなんか卓球みたいなルールはね、隔離生活の時にこうやって机を置いて本当毎日やってたんですけど、この家にもちょうどいい高さの机があったんで。これがね、めちゃくちゃ疲れるし盛り上がるし、最高の遊びですね、これ。こんなことが庭でできるって結構、やばいですよね。めちゃくちゃいい。これちなみに真ん中をね、デッドゾーンと決めて、そこに入れたらもう負けなんですけど、そんな感じでやってて、まあこの勝負実は負けたんですけど、これです、ね、デッドゾーン、デッドゾーンなんですよ。でその後にまあチンニング懸垂ですね。この今やってる正しいフォームでの懸垂はね、僕多分5回とか6回くらいしかできないです。その後からだんだんこの顎が前に出てきたり、腕を使って上がってきちゃう懸垂になってきてるんで、まあ良くないですね。完全に背中に効かせて懸垂するにはもっと胸張っていかなきゃいけないんですけど、まあなかなかきついですね。まあいいトレーニング、懸垂は最高のトレーニングです。まあ最近は夕方になるともう空が真っ暗になって、もう雷グワーなって、本当嵐がやってきます。木嵐が。で、ここで気づいたんですけど、まあ、さっき使ってたズボンと靴下を干しっぱなしにしてやるっていう、まあ、絶望ですよね。かわいそう。ラジャいつもありがとう。この後ね、皿洗いじゃんけんが待ってるんで、しばらくその様子をお楽しみください。はい、イエス！おぱい、おぱい、今、1。タシャクタキハイ、タシャクタキハイ、いや、タシャクタキハイ、イエス、タシャクタキハイ、イエス、タシャクタキハイ、これ3連続で勝ったら上がれるというルールで、引き分けになったらまたゼロに戻っちゃうっていう、いろんなじゃんけんの遊びを編み出してます、僕たち。で、今日の午前中とかのやつをちょっと編集してます。はい、今回の1日動画以上となります。ちなみに寝る前は必ず水を飲んでるようにしてます。寝ましょう。寝てる間に結構汗かくと思うんで、寝る前のコップ一杯の水はめちゃくちゃ大事です。あ、これちなみにもう一個の練習着ですね。練習着今2個使ってて、1個がこれの、これ、
スリランカフットボールスーパーリーグっていうのが入ってて、後ろにシーホークスネイビーって名前が入ってるんですけど、あともう一個これ、まあ、ここまで見てくれてる人はかなりね嬉しいですね。ありがとうございます。いつも、まあ、冒頭でも副音声の亮太林くんが言ってくれたんですけど、はい、500人を突破したということで、このまま1000人まで頑張っていきたいなって思っております。まあ、増えてくれるとね、僕のモチベーションがね、もうグイーンって上がってくるんでね、このもうグイーンって、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、おやすみ。おやすみ。おやすみ。いや、相席食堂やん、やってること。相席食堂こんなオープニングやで。